全部いただいたよ。本当に、危ないですわよ。早く降りてくださいませ。大切な大切なイチゴのヘタを返してほしい。え、別に大切では。そんなに返してほしければ大きな木の公園に来な。さらばじゃ。大丈夫ですか？何でしょう。コロのとこにも来たの？ええ、いらっしゃいました。黒糖さんでしたっけ？水道さんだもん。違うって、斎藤さんだよ。怪盗だっつーの。こっちは大きな木の公園でずっと待ってたのに。一体何が目的なのでしょうか。さあね、ああいうのは関わったらめんどくさそう。大きな木の公園に行くだけ時間の無駄だもん。さあさあ、アイスクリーム食べに行こう。何よ。こうなったら町中から盗んでやる。何これ、邪魔だっつーの。欲しければ大きな木の公園に来な。ああ、さらば。ダリルレロン、ドンちゃん特製スープを作っちゃう。圧縮するコツは、コツコツアクを取るところ。スープのアクはあたいが全部いただいたよ。返して欲しければ大きな木の公園まで来な。ちょ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 、あっち、あっち。なんだあれ。困りましたわ、どうしましょう。あら、怪盗さん。いや、あの、まだ盗んでないんですけど。ちょうどよかった。これ、持って行ってくださいますか。燃えないゴミの日がまだまだ先なので困ってましたの。もうブラックキャンディーズの皆さんどちらへ。俺たちいらなくなったソファーを処分しに行くんだ。それなら怪盗さんにお願いすればいいですわ。こちらは怪盗メイトさん。怪盗さんはいらないものを何でも持って行ってくれるんですのよ。そういうんじゃないんだけど。頼むぜ怪盗さん。怪盗さん、後でうちに寄ってくれない？古本を処分したいんだ。怪盗さん、あたいんちにも寄って。人形が捨てられなくて困ってたの。怪盗さん、準備するのでチェビーさんのガラクタも持って行ってくださいませ。ではでは。あー、すっきり片付いた。なんなのよ、怪盗さん、怪盗さんって名字じゃないっつーの。もう怒ったんだから。いらないものを全部怪盗さんに持って行ってもらって片付けるのでございます。いらないものなんてないよ。あんたたちの大切なものはいただいたよ。大切なもの。怪盗さんはいらないものを持って行ってくださる廃品回収の方なのでは。違うっつーの。これを見な。パンキーさん、チェビーコロン助けて。怪盗さんに盗まれちゃったもん。盗まれた。パンキーを返して欲しければ大きな木の公園に来な。さらばじゃ。を助けなきゃ。これ全部怪盗さんが盗んだのでしょうか。ガラクタばっか。ついに来たわね。助けて。パンキーを返してよ。条件がある。条件って何ですの。お金とか全然持ってないからね。あたいの言うことに従ってもらう。
ますわ。あれに乗りな。なんなんだ。もうパンキーさん返してもらえますか。ダメダメ、次はあれだよ。もっとして。帰りましょうか。でも一生このままじゃ嫌だもん。あ、楽しかった。じゃあ次は。いい加減にしてよ。うちら暇じゃないんだから。クマンパさん。クマンパもメイトになんか盗まれたの？あったじゃな。このリモコンがないと不便じゃなまいし。一体何のリモコンだも？リモコンはリモコンじゃな。クマンパ、メイトをなんとかしてよ。そうですわ、盗むのはとっても悪いことです。メイトが一番欲しいものは物じゃないぞ。名前し、物じゃない。だってシーソーもブランコも一人で乗ってもつまんないし、一緒に遊ぶ人がいたらいいなって。だから公園に来いって言ったの。だって誰も来てくれなくって、もっと盗めば盗まれたものを公園に取りに来て一緒に遊べると思ったの。メイトよ、どんなに盗んでも心は盗めないってか。プッチダメ、絶対。怪盗さんが欲しかったものって友達でしたのね。それならそう言ってよ。うちら友達になるし。本当？もちろん。さあ一緒に遊ぼう。あ、面白かった。今日はそろそろ帰ろっか。そうですわね、お腹も空きましたし。パンキーを返して欲しければ花の声まで来な。まだ遊びたい、次は花の声に行こうって言えばいいのに。あと飛べないってことも教えてあげた方がいいですね。キャンディーから生まれた楽しいお友達、それがズーブレズ。お答えは？ペンギンじゃなくてカエルでもない。それはポカポカ、あ、ポカポカってか。それじゃあね。クマンパは相変わらずなんだもん。そういえばクマンパさんって一体どこに住んでいるのでしょうか。空から来るから空の上に住んでるんじゃないの。空って雲の上ってこと。ねえねえ皆さん、クマンパさんのところへ行ってみませんこと。行きたい。クマンパさんにお願いしてみましょう。なんやの、何度も呼び出してからにしてまいし。実はでございますね。そりゃダメ。いいじゃんいいじゃん、遊びに行かせてよ。今はダメなの、クマンパはとっても忙しいのってか。わしはチェビーの召使いじゃないっつーの。ケンジ、断られると余計に行きたくなるよ。行きましょうよ行きましょうよ。そんなこと言ってもさ、雲の上じゃどうにもならないよ。どうにもなりますわよ。もしかして。そう、そのもしかして。そっか。
この飛行機本当に飛べるの？大丈夫、飛べると思うんですよね。お、思うって？揺れるように作られているものですからね。さあウィニーちゃん3号、大空の彼方までひとっ飛びだもんね。
チュビ、助けを呼ぶんだもん。こんなところまで誰が助けに来るっていうのよ。クマンパさんですわ。こんな時はクマンパさんに助けていただきましょう。そうだよ、クマンパだもん。クマンパを呼ぼう。たちの声が聞こえたような。またくだらない用事と名前し。クマンパに会えるまで頑張るんだよ、ウィリーちゃん3号。うっつー。